嵐中です。だから反対の方がこっちの方が下が重いんで。うるさいですよ、みんな。ちょっと上がってきましたよ。失敗した時にこうなるか。どうや。どうや。これでもうダメだった。動かさない。なるべく動かさない。親指を動かさない。ちょっと井岡さん手間取ってます。そう。動かさない。はい。